どうもアルファです、今回の動画はですね、この右側にいるインウィンのケース、多分型番は出てると思うんですが、このケースが悪くないんですけど、まあ水冷も組んであるんですけど、ちょっとサイドパネル開けましょうかね。入ってるマザーボードは X299 のプライムで、 CPU が Core i9 の 7980EX で、主にストリーミング、まあライブ配信をちょっとやらせてもらってまして、 2PC で配信するためのストリーミング PC として使ってる方ですね。これを、まあ、別にこれでもいいんですけど、ケース正直開きましてもで、あと、使い勝手がよろしくない、正直。まず、ちょっと寄りますと、このマザーボードの IO パネルが、ここにあるんですけど、この後ろにラジエーターを置いてるもんだから、ここにね、ラジエーターを置いてるもんですから、いろいろ線を抜き差しするのが大変。で、これね、パネルついちゃうんで。っていうのと、エアフローがいまいち良くない。ので、前から変えたいなぁと思ってたんですけど、見た目はね、かっこいいんですけど、何回か水冷組み直したんですけど、やっぱこういうレイアウトになって、この今の段階行くと、下に280のラジエーターと、ここに280のラジエーター1個ずつ置いて、まあ、冷やすだけなら、CPU 冷やすだけなんで正直別にいいって言われるんですけど、まあ飽きたので、これがね、いいんですけど、飽きましたので、ケースから何か、あとマザーボードを新しく買い直したので、ちょっとさっき冒頭にも映ってましたが、こちらのケースとマザーボードで組んでいこうと思います。ケースがリアンリのアルファ550、それからマザーボードがランページ、もう憧れのランページですよ、一番高いモデルですよね。に今回配管は真鍮配管でやっていこうと思います。買ったものが大体こんな感じですね。で、GPU の水枕はビッツパワーの水枕ですね。で、グラボは別に必要ないんですけど、正直あそこに今 GT1030 だったかな、刺さってるんですけど、あれで十分なんですが、どうせなら水冷できた方が見栄えがいいかなっていうことで1060を買って、で以前1080を水冷してた時に使った水枕まだ取ってあったんで、それを使って水冷 PC をこの辺をまるっと。でポンプとリザーブタンクに関してはまた動画の中でおいおいやってきますが、今回は予告編っていう感じの動画でこの構成で組んでいこうと思います。で一応ちょっとケースを開けてみますかね。リアンリのケースをちょっと開けてみましょう。ちょっと片付けます。はい、こんな感じですね。白いケースで、そこまでケース自体は大きくないんだけど、ほぼほぼ同サイズぐらいかな。長さがちょっと、インウィンが58で、リアンリが、48.5。10センチぐらいです。まあ、この分かな。この一列分が、ない分かなっていうところですかね。
で、中がちょっと見にくいかな。まあいいかな。まあこれで、水冷 PC を、7980X で、ストリーミング PC をこちらで組んでいこうと思います。では次回の動画でまた会いましょう。